はい。どうだ、いい感じになったでしょ皆様。生き埋めしようって最低なんだよなそれ、考えが。はい。さあ、だいぶね、綺麗な形になってきましたね。地下室が僕たちの家にはあるっていう。地下にはね、ロロンドの素敵なお部屋。ね。こんな素敵な街。皆さんもメルキドの街へ遊びに来ませんか？ピリンちゃん一回も部屋入ってないんちゃう？そうやな。ピリンちゃんなかなか俺の部屋入ってくれへんで。わがままやな、あの子。ねえ、ピリンちゃんも早く入れるようにカスタマイズしてやるか。かわいそうやし。ね。よいしょ。閉まってねー。で、ピリンちゃん用に。ほい。あ、ここあかんな。うわー、壊れちゃった。どうしようかな、ピリンちゃんのために。ねえ。この部屋臭いから嫌やじゃねえよ。臭くねえよ。これ生き埋めにしたらどうなんの？いや、そりゃあ、どうなんねやろな。よいしょ。ほい。ほ。ほ。ちょっと待ってね、みんな今俺、ものづくりに楽しんでるから。お、ああ、ここあかん。ちょっと待って。で、オッケー。できそうですね、皆様、これで。あーっていう。あれ、なんか、一段違うくないこれ。ちょっとみんな、もうしっかりしてよー。違うよ、そこ。低い。ほい。これで、あれ壊れてた？もうなんかまた壊したのがお前は。すぐ壊すな。どこ壊れたん？あ、あかんのが、ここあかんのが。あ、ピリンちゃん帰ろうとしてる。まさか自分の家に。初めて。よし。あ、めっちゃこいつら。作ってる。すげえ。よいしょ。階段作ってやるよ。嫌がら作んねん、階段は。優しいな、俺。入り方が変だから扉もつけてあげよう。よし。扉か。でも扉もあるしな。ほい。ほい。ほい。あ、ピリンちゃん自分の部屋描いてる。来てる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 。あ、壊しちゃった。またまたみんな諦めたあかん。ここからやで。よいしょ。ものづくりの進化っていうのは、よいしょ、苦労あって初めてと分かるも。おう、いや、おう、ちょっと待て。ほいほい。どうだ。これまだ個室化してないのこれ。あ、あかんのか、ここ。これでもあかんか。あー、どうしようかな。じゃあ、ここの、ここ一段壊すしかないな。よし。こうするしかないな、じゃあ。あれ？これでもあかんの、まだ。何があかん？これ。みんな。なんでこれ個室なれへんの？階段があるからあかんの？え？どういうこと？あ、これ出てきた。
階段の裏があかんかった。じゃあここで、こうして、これでいい。できたじゃーん、ビリンハウス。どう、これでスムーズ、スムーズ。ピリンちゃんいつでも部屋に帰られる。階段の裏穴開いてる。ここ何する？よいしょよいしょ。ここ何もないで、ほんと。藁の部屋。せんま、ここ。ま、クソみたいな家やな。汚いの、これ。なんで天井から出入りしてるの？屋根裏部屋だからだよ、ここ。で、ここは俺とピリンちゃんの二人のアイノスだから。みんな邪魔しないでね。だいぶで、発展してきたね、これ。村のデコボコ直そうぜ。みんなってもう、こんな、じゃないぐらい、街発展しているの、もしかして。それはずるいよ。それはずるいよ。お花植えたりとかしてるの？ねえ。みんないろんなことしてんだな。俺もね、早く追いつけるように、いろいろ頑張ろうと思います。ちょっと待ってね。まだまだいろんなことさせてください。さて、じゃ次でございますが、レンガの料理台を作ろうと思います。焚き火がない。なんか、あれ作ろう、これ作ろうと思ったら、大体なかったりするからな。ふぅー。で、次です。焚き火作って、でピカーンって。さあ、料理で焚き火作ってレンガの調理台作りましょう。さあ、これでレンガの男大だらになってしまいました。これもう、これ壊していいよね。空き部屋になってしまった。レンガレストランだって。やったー。うわお、レストランできた俺。あ、すごい。文明がやばいよね、これ。うわー、何でも作れる、俺。何作ってほしい、みんな。食べたい料理あったら俺に言いなよ。俺が何でも作ってあげる。で、何作んのこれって。パンか。赤レンダにすんの簡単だからやった方がいい。キラミスとか作って。すき焼き？カレー？パン？パン作ろう。パン作おう。ハンバーガー。やばい、ハンバーガー攻撃力アップじゃん。うさ豆、ハンバー。うわー。パンとかごうって。いいね。ブルースケッターは使わない。で、ハンバーガーがいいの？どれがいいの？作ったら。ねえ、どっち作ったらいいんやろ。うさ豆？ハンバーガー？うさ豆作んの？じゃあ。うさ豆！違う、うさ豆。ちゃうやん、うん、ハンバーガーでよかったやん。ピリンの女体盛りとかないから。はぁ、肉なくなったもん。俺は怒ったぞ、お前。許さねえ。この怒りすべて、貴様らにぶつけてやる。鉄の男大だら。うん。私に勝てると思うな。鉄は強い。うわ、タコ殴りやな、お前ら、ひど。悪魔みたいなやつやな。ちょっと俺、肉取ってくる、みんな。よいしょ。ピリンちゃん、一緒に寝よう。ピリンちゃん、こっちの下のベッドな。俺、上だから。ふぅ。ドラゴンいけんじゃないの？ドラゴン普通に勝てると思うよ、俺。ひどい。なんで？そういうもんでしょ、人生。よし。じゃあ、改めて旅立っていきまーす。ふぅ。ドラゴンってどこにおんだろうな、みんな。とりあえず、うさぎ狩りをしたいと思いまーす。まず、石の剣がすごい、今いらないので、よし。石の剣をね、まずは使い潰しましょう。
ドラゴンで映った焼肉の、でもドラゴンもう一体やっつけたからさ、ほぼ素手でやっつけた男だよ。舐めんじゃない。パンチでもやっつけられんだよ、ドラゴンは。なあ。もう縛りプレイみたいなもんだから。痛い。人生縛りプレイしてっから、俺。よし。肉落とさねえな、こいつら。二度は同じ手なしなって、それやめたよ。それずるいよ。話が違う。痛い！1しか食らわねえ。クソ弱えな、お前。おい、おい。何分かかったと思うのに、30分くらいかかったよな、あれ。めっちゃ疲れたわ。ダメージ全然食らえへん。うわ、ちょ、ウサピオンマジで、あかんな。鉄の剣。鉄の剣強すぎ。これ、いい肉取れるで、みんな。痛い。ほら、肉出た。ウサピョンだ、兄じゃねえだ。よいしょ。おら、あ、肉出た。いいね。これ、ちょっと待って、みんな勝てんじゃねえの、この、ストーン先生も。あ、強っ。このシーン投稿して死ぬか、こんな。イェーイ、28もあるの。強っ。あれ、ストーン先生おらんくなってる。あれ、レアモブやったん？ストーンさんって。悲しい。俺がワンパンでやっつけてやろうと思ったのに。もう、大金槌だけでいいよね、正直言って。超強いもん。人間こっちだじゃねえよ。いで。ストーンは無理なの、あいつ。この、サソリ先生さ、やっつけた後のなんかすげえアヘ顔するのすげえ楽しいんだけど。おいよ、アヘって。ぐるーんと目がいっちゃってんもんな、こいつ。サボテン触ってみていいよ。ダメージ食らうかな、サボテンって。あ、そうか、ダブルピースもしてんのか、こいつ。アヘーって。ダブルピースまでして。ドラゴン2体いるって。あ、サボテンはね、触れてもダメージ入りませんね。なかなか可愛らしいやつですね。さあ、旅立ちましょう。ひん。よし。さあ、やって帰ってきました。ただいまー。今からハンバーガー作りたいと思いまーす。料理の時間よー。何ができるのかな？さあ、作るのは今から作るのはハンバーガーでございますが、うさぎステーキが1枚いりますね。作りましょう。できたー！ハンバーガー。できたー！さあ、ピリンから依頼されたハンバーガーができた。ピリンちゃんが俺の元へ。あ、来た来た！ピリンちゃん！俺の胸来た！ピリンちゃん！さあ、さあ、飛び込んでおいで、俺の胸！どこ行くん、君？え、そこから？しゃあないな。うわぁ、すごい！私のために新しい料理作ってくれたんだね。ハンバーガーって言うんだ、独創的な料理だね。もらってもいい？いいよ。料理考えたんだよ。骸骨の頭に土蜘蛛とドラキーの尻尾と桃柿の実を入れて赤い油と土で煮詰めた料理。土はいらないって。ロロンドに食べさせて。美味しいからきっと。ピリンちゃん可愛いよね。そこそこ胸もあるよね。ありがとう。ほらほら。熱くなかった？ありがとうございます。ロロンド一味が加速してる？いや、みんなロロンドのこと好きなんだって。ただその愛情がちょっと歪んでるだけでさ。ここロロンドの部屋だから。いい部屋だな。でもね、みんなもこういう家住みたくなるもんな、ほんと。さて、ドラゴンちょっと倒しに行かない？みんな今から。どの辺おるん？ドラゴンって。ねえ、山を越えた先とか。山がどの辺あるんだろう。あっちの方かな。なんかあそこ高台とかあるし、行ってみようか、ちょっと。岩山の向こうとかにおるって。ありがとうございます。さあ、ちょっとじゃあ岩山の向こう岸とかも行ってみましょうか。その前にちょっとあの、すいませんが、松明だけ作ってから行こうと思います。松明がなかった、全然。松明。松明。よし。10個ぐらいでいいかな。
塔登った。塔とか何も登ってないわ、まだ。俺全然ね、やってない。ビルダーズまだ、正直なところ。なので、ね、楽しくやっていきたいと思います。よし。ここ洞窟やんな、いきなりあるし。この家の近くにある洞窟もさ、探索してないぐらいには、まだ全然やってなかったで。なんかあ、宝箱、うわぁ！弱っ！ダメージゼロやって、草。この色のつぼみだって。ふくに倒れそうや。イエーイ、焼きのこ。何これ。命の木の実！うわぁ！嬉しい！そうらしいですね、皆さん。壊しとこう、これも。よし。皆さんもね、家の近くには命の木の実があります。覚えておきましょう。二段ジャンプを覚えるとさ、登るの楽！宝箱持っていけば忘れてた。うわー、何あそこ。なんかドロドロしてる。木だけは破壊するな。なんでだよ。環境破壊はするなっていうのが。やだよー。どこ行ったらええんやろな。こっちじゃないよって。今俺が行ってるのはね、ここの辺。こっちじゃない？どこ行ったらええんや？完全逆？二段ジャンプ二丁なるとなくなるんやで。ちょっとすいません、やめて。やめて、もう、打つなるから。うわ、キメラの翼、大量に作っとこうぜ、ここで。よっしゅ！熱い。結構高いところ。二マスまでか、ね。うわ、一体もキメラ。ラーツバや。キメラくん、もっと弱くなってくれへんかな。よし。二段ジャンプでどうやるのってね、レアアイテム見つけたらできるようになります。頑張ってください。うわー、なんやねこれ。あそこなんか高いとこに宝箱あるね、あそこ。行ってみようか。なんやあれ。土でいけるかな、これ。やめて、やめて。いや、やめて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 。うざい、うざい、うざい、うざい。普通にうざい、普通にうざい。普通にうざい。普通にキメラ祭りやないか、ここ。よし。どうしようか。土置いていこうか、とりあえず。あ。普通に登った方が早そうやな、これ。痛い！ 33 って食らいすぎだってばー！まったく超食らったやん。ちょ、命の木の実どこ？猪木の2個ある。よし。惜しいじゃないよ。ダメージ食らいまくったら食べよう、後で。うわ、サックサク登れる、これ。うわ、登りやす！あ、また命の木の実だ。嬉しい。これ持ち物でさ、俺、あ、待って待って。ベッド持ってないかなと思ったんだけど、藁のベッド持ってないのもさっきロロンドにあげちゃったもん。ロロンド！砂漠んとこに火だめ向こうがあるって、それ最強やねん、ほんとに。痛い。死ぬってもうほんと。猪木の食べとこ。うまい！ミラゴースト先生だ。お前強いな、体力お前。痛い。メラゴースト硬すぎやで、お前ほんま。キメラお前は弱いわ。よし。弱い装備外しとけよって。なんかもったいなくない？使い切った方がいいかなと思って、使い切ろうとしてんだけど今。
壊れるまで使おうっていうさ、エコな時代に生きていく身としては、エコを大事にしようという世代の俺としてはね、やっぱしっかりしていきたいんだよね、そういうあたりも。さあ、ドラゴンどこにいるんでしょうか。あそこすげえ光ってるな。あの辺？これどこなん？卵は食うよ。ウェイ。うわー、高い高いマウンテンや、ここ。高い高いマウンテンいっぱいや。よし。冗談は顔だけにしろ。もう失礼オブザイヤーだよ、みんなそれ。俺落ち込んで泣いてるよ、もうほんと今。ゴースト死んで、早く。みんな眠っとるな。気持ちよさそう。あ、ちょっとそこ、焚き木あるから見てみようぜ。な、あるだけか。明かりがあって、いいですね、っていう。今何やってんのって、今はね、ドラゴンを退治しに来ました。私。ゲーム実況界一のドラゴンハンティングっていう、ハンティングが上手い男とね、名高い僕ですのでね、今から、こやつを退治してと思いまする。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は、動画の下のここをタッチ。パソコンの方は動画の下のここをクリックしてね。また、ツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それでは、また次の動画も見てください。じゃあのー。